練習場は研究室です。フロリダに行ってきました。弾たくさん打ってきました。アイアンのそのフェースに芝生から打つといろんな跡がつくんですけど、いろんな跡っていうか打球込んだいろんな跡はつかないよ。ボール打った跡がつくんだけど、その跡いっぱい つけてきたよ、うん。まあ、で、まあ、あのドライバー打った時にちょっとねこう気になったことがあって、今日はねそこをね追求していきたいと思います。皆さん一緒に考えましょう。というか俺考えたから見てください。ドライバーをねちょっとやってみたいんだけど、フロリダに行ってきました。フロリダに行くとまあ、プロアマーに出る選手たち、まあ、アマチュアの人たちね、アーノルド・パーマー・インビテーショナルの PGA ツアーのプロアマーのあの舞台にどうぞ行ってきてくださいって言って水曜日のプロアマーに出てくるわけですよ。まあ、みんなドキドキしながら、ただやっぱりゴルフ好きな人たちがあの舞台に出て顔色がパッと変わって、うわすごいなというあの瞬間、お連れできてね、そういうところに紹介できてよかったなってすごく思います。でまあもちろん俺自身もその向こう行けば当然芝生の上でボールを打って練習 したいからね、そういう時間を見つけて練習するんだよね。でドライバーショットを機会があったから、ちょっとこう機会っていうのはつまりチャンスがあったもんだから写真撮った。写真って動画ね、後ろから。そうすると結構こうやってまあ、なかなかあの軌道なんかもちゃんとしてきて、いやティーチングプロはこれぐらいできなきゃダメだよなっていうのはあるわけですよね。でまあそれはちゃんとできて、ある程度ボールが飛んで、でやっぱりそんな中でも気に入らないとこがあるわけ。気に入らないとこはこのね、こう来るでしょ、こう来てこう戻ってきて、この辺がね、なんか詰まってんだよね。うん、なんか詰まった状態でこうバチッと当たるんだけど、なんかすごくね、アクション的にね、非常に貧弱なんですよ。アクションが欲しいんだね。アクションっていうのは要するにどういうことかというと、メリハリ、ピシッみたいなさ、なんかこう、飛び跳ねるってわけじゃないんだけど、一瞬の爆発っていうのかな、パンスーっていう流れももちろん必要なんだけど、すっげえ気に入らねえのは自分がね。だからここでさ、なんか腹が出てるわけ、こうやって、なんだよって、もうだるまが打ってんのかよみたいなさ。でアクティブに動いているプロたちと比べると、その人たちはね、インパクトの時にね、やっぱお腹がグーッとかなりへっこむわけですよ。すごい大事なんです。それはね、どういうことかというと、腹筋ね、腹筋、まあ、みぞおちのちょっと下あたりのこのあたりだと思うんだけど、ここをぐっと上に上げながら、この上に上げるときに右足の蹴りをグッ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 、こういう連動が入ると思うんだね。俺はそう思う。ただその時に前傾姿勢があって、頭の位置が決定していて、この角度位置をずらさないようにグッグッグッ、この動き、これがダウンスイングの時に、インパクトの直前にグッと入ると、がぜんそのアクション俳優になるんじゃないのかなと俺は思うわけね。で
スローモーションで自分のドライバーを取って、まあ、さっき言ったようにあの軌道なんか本当にこう綺麗になってさ、ああ自分でもなかなかいいじゃん。いやだけどやっぱりそのアクション俳優になりたいわけね。なりたいっていうかさ、なんかこうドライバーをこれだけでさ、いいじゃん、うまいじゃん、大したもんじゃん、これじゃ面白くない、バシーンと跳ねさせない。ということでさっきのここからここと蹴りだよね、グッグッグッ、そういうものをしっかりと使ってこそ、そのまあ地面を蹴るとかなんとかってよく言ってるけどさ、やっぱただ蹴るだけじゃなくて、蹴って全部が上に動いちゃう、これ話にならなくて、その蹴ったものをどこで吸収して蹴った力がどういうふうに反映されるかっていうのをちゃんと考えなきゃいけなくて、そのためのここは中継点だと思うんだよね、溝落ちの下の腹筋。これぐらいやろうぜ、疲れるけどさ。